はい、皆さんこんにちは、鉄坊主でございます。いつもひま坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。まあこんにちはと言ってますけれど、まあこちらの時間では今もう夜中の12時30分、もう撮ってすぐ出そうと思ってます。本来でしたらひま坊主チャンネルの動画もいつもこれぐらいの時間に出てるんですけれども、こちらの夜中の12時30分が日本の4時30分、夕刻の4時30分で、その時間にまあ通常動画を出してて、まあすでにも撮ってあるものあるんですけど、今日はちょっともうこれがこの北陸新幹線の運行計画が発表になったということで急遽差し替えて、ちょっとこちらを今日ね先にご紹介したいなと思いますので、お付き合いいただければなと思います。で、今日ちょっとツイートもしたんですけれども、まあ、ツイートじゃないね、ポストしたんですけれども、ツイッターって未だに言っちゃいますよね、 X なんですけれども、どうも馴染めないですね。はい。で、開業が3月16日と一報が入って、それで、まあ、3月16日に合わせて行くべきかどうかみたいなことをちょっと、まあ、ツイートでつぶやいたんですけれども、その後に、JR 西日本の方からプレスリリースが出まして、北陸新幹線の運行計画、時刻表までは出てないんですけれども、輝き、白鷹、剣といったものがどういう感じで走るのかは、実際にこの輝き、白鷹、剣という名前がそのまま、この鶴が延伸部分にも使われるということも決まったんで、これについて今日ちょっとお話をしていきたいなと思います。まず開業はね、3月16日の土曜日ということで、まあ、春のダイヤ改正に合わせて、大体新幹線って春のダイヤ改正とか秋のダイヤ改正とか、最近春が多いですよね。西九州はちょっと秋でしたけれども、春が多いですよね。春の大体ダイヤ改正っていうのは、新幹線って大体2000何十何年度のまでに開通とかになってることが多いんで、そうすると何年度だから、3月だったら要は2023年度なわけですね。3月16日だったらということで、まあいずれにしてもね、北陸新幹線と1年遅れのねスタートになりますけれども、来年の3月16日に開業するということでございます。そしてですね、まずこの運行計画から見ていきたいんですけれども、最速列車の輝き、現在東京から金沢の間で停車するのは上野、大宮、長野、富山、金沢といった感じになってるんですけども、この今10往復が本数はそのままですけど、10往復のうち1往復は金沢止まりということで、現在走っているのと全く同じで、残りの9往復が敦賀まで行くんですが、この9往復のうちですね、2往復、ちょっとこの2往復がどういう風になるのかわからないんですが、福井以外の駅、金沢から敦賀の福井以外の駅ですから、小松、加賀温泉、阿波羅温泉、まあ、福井は全列車止まるんですけど、それから越前、武生といったところにも止まる列車が2往復。その2往復が今言った駅に全部止まるのか、それとも列車によってこの列車は例えば小松と加賀温泉に泊まるとかっていう風になるのか、ちょっとそこは分からないんですけれども、2往復は福井、まあ、福井は全部停車します。敦賀は終着駅ですから当然全部停車するんですけども、まあ、福井に輝きが停車するってことは分かっていたんですが、2往復はそれ以外の駅にも泊まるということで、まあ、言ってみれば東北新幹線のはやぶさが盛岡以北で八戸だけに泊まるものとか、あと全部の駅に泊まるものとか、まあ、いろいろあったりしますよね。それと同じような感じにの扱いですね。ですから、輝きというのは、東京と金沢の間の停車駅はこれまでと変わらず、ただ金沢と敦賀の間はこれまでの輝きという列車の性格を考える場合、止まるのは福井だけだと思ったんですが、そうではなくて小松駅にも加賀温泉駅にも阿波羅温泉駅にも越前武生駅にも止まるものがあるということです。私越前武生駅の動画を出した時には、輝きの停車を求めているということで、まず、輝きが停車することはないでしょうみたいなことは申し上げたんですが、間違ってました。深くお詫びを申し上げたいと思います。勝手なこと言ってすみませんでした。全部に止まるという、輝きが止まるというのはちょっとこれは、びっくりしました。驚きです。ちょっとねそういうことがあるんだなと思ってちょっとびっくりをいたしました。はい。続いて、白鷹
白鷹は現行 14往復に加え、プラス長野から金沢の分が1往復あります。白鷹に関しましては停車駅がいろんなパターンがあって、基本的には長野から金沢の間は飯山を除いてほぼ他の駅はほぼ全部止まるというようなパターン。飯山には止まったり止まらなかったりなんですけれども、長野までに関してはちょっとこれ安中春菜に止まる列車はないですね。佐久平、軽井沢、上田については止まったり止まらなかったりというような感じなんですけれども、この白鷹14幅プラス長野金沢の1幅合計15幅ですけれども、まずこの14幅のうちの9幅とこの長野から、この金沢の1幅合わせて10幅は金沢止まりのままで、この14幅のうちの5幅が敦賀行きになって、でこの5幅は敦賀金沢の間は全部停車します。全駅停車ということで、まあこれはだいたい想定通り。輝は10往復のうち9往復、白鷹に関しては14往復のうち5往復しか行かないとなると、この敦賀なんですけども、敦賀という列車は現在金沢と富山の区間運転で走ってますが、この敦賀が敦賀まで行くのかどうか、もしかすると敦賀という列車は金沢富山の間の区間列車としてだけ残して、敦賀から富山までとか金沢までってのは違う名前になる、もしくはこの白鷹がいっぱい走るとかっていうようなことも想定されていたんですけど、蓋を開けてみると敦賀現行18往復から富山敦賀18往復金沢敦賀7往復ということで合計25往復ということで一気に増えます。敦賀が一気に増えます。しかも敦賀というのはこれまで基本的、まあ一駅、中間駅は新高岡の一駅しかないんですけど、全部停車する駅、まあ、いわば観光列車だったわけなんですけれども、これはですね18往復のうち5往復、7往復のうち4往復が速達、つまり金沢と富山の間では福井にしか止まらない列車というのがあります。それがこの速達5往復と速達4往復です。敦賀という列車は速達列車とか遅い観光列車とか遅い列車とかそういうことではなくて、敦賀から金沢富山を走る区間列車には敦賀という名前が付けられるということです。その部分の速達列車は、まあ、輝きももちろんあるんですが、ただ輝きも敦賀行き9往復のうち2往復はなんか各駅停車っぽい列車もあるし、そうかと思えば敦賀で途中福井にしか止まらない列車が1日2つ合わせて9往復もあるということで、ここがちょっと違います。合計25往復で、しかもこれとは別に敦賀5本、上下合わせて5本あるそうですけども、この5本はおはようおやすみエクスプレスとダイナスターの置き換えだと思います。ダイナスターが今1日2往復走ってます。でおはよう、おはようエクスプレスと、おやすみエクスプレスが1本ずつ走ってるのかなといったところになってますけど、これとの置き換えだと思いますが、敦賀5本というのがあって、でこの25往復というのがこれからご紹介する在来線列車に接続する列車です。でまずサンダーバード、現在大阪と金沢の間、それから1往復は和倉温泉まで行ってますけど、このサンダーバード現行25往復なんですけども、これ本数一緒、金沢行きが敦賀行きに変更するだけ、触れるだけで、列車名もサンダーバードそのままで、なんかこのな新幹線リレー号とかそんな名前がつくわけでもありません。現行25往復これがそっくりそのまま、そしてこの25往復が全部敦賀に接続します。敦賀駅で全部敦賀に接続します。はい。で、和倉温泉駅は廃止です。ちょっとこの後言いますけど、能登かがり引きが1往復増えることになります。はい。そして白鷺、私は白鷺がこの先どうなるのかということで、日本に行って白鷺に乗りまくって検証動画を出しましたけれども、その中で私は白鷺は、ま、名古屋発だけにこれだけに統一されて大幅に本数が減るのではないかというようなことを考えておりました。下手すれば米原発8億が全部なくなって名古屋発8億だけに
ぐらいのことになるのかもっていうふうに思いましたけども、全然外れました。名古屋発8往復、米原発7往復ということで、本数は米原発が1往復減りますけども、その他は何にも変わりません。ただ、もしかすると今6両基本編成で走ってますけど、これが4両とかに減らされるかもしれません。これはまだ発表されてないので分かりませんが、本数はあくまで一緒ということになってます。こんな風になってますね。はい、ここはちょっと違いました。これもなんか私も予想がことごとく外れています。そしてこのサンダーバードと白鷺が剣25往復に接続します。剣25往復は全部このサンダーバードと白鷺に接続するんですけれど、サンダーバード25往復で剣も全部合わせて25往復で、そこになおかつ白鷺の8往復、米原、名古屋8往復、米原発7往復があるんですけども、合わせて15往復これも接続するということなので、剣1本に対してサンダーバードと白鷺両方からの乗り継ぎをする列車っていうのが存在するはずです。そうするとどっちが先に着くのか分かりません。白鷺が先に着くのか、おそらく白鷺を先に入れてそれからサンダーバードっていう順番じゃないかと思うんですけど、っていうのは対大阪需要の方が大きそうなんでと思うんで、サンダーバードが、ですから剣1本に対して白鷺とサンダーバード両方とも同じ方向から来ますから、同時に到着させることはできないんで、まあ、5分ぐらいの間が空くと思うんですけれども、先に着いた列車のお客さんはそのまま上に上がって新幹線に乗る、で後から着いた列車のお客さんがまた、敦賀駅に着いて上に登って新幹線に乗るっていうことなんで、先に着いたお客さんは待ち時間が、敦賀での待ち時間が長い、でなおかつこれサンダーバードと白鷺両方2つの列車を合わせて剣1本に乗せるっていうパターンがあるはずなんで、おそらくサンダーバードの方がね、どう考えてもお客さん多いんで、サンダーバードが後に着くパターン、そして敦賀に到着した新幹線から乗り換えてサンダーバード白鷺に両方乗り換えるっていうパターンだと、おそらくサンダーバードが先に出るんじゃないかなと思います。細かいことを言うとそういう感じになるんじゃないかと思います。そのサンダーバードのうちに、早いサンダーバードとか白鷺でやってきたお客さんが、まあ、これに乗り換えるわけですけども、おそらく今サンダーバードが、最速列車として走っているものとの置き換えとして、この速達5往復4往復っていう合わせて9往復っていうのがあると思います。これらの列車に乗ると、例えばサンダーバードに乗って敦賀まで来る場合、大阪から出発すると新大阪京都に泊まったらもう次敦賀です。新大阪と京都しか泊まりません。で敦賀に泊まります。でそしてその列車で最速列車だったら福井にしか泊まらず次も金沢っていうようなパターンに なるはずです。そういうふうにおそらく運行ダイヤが組まれるんじゃないかと思います。そして輝と白鷹にはサンダーバードと白鷺はどうも接続しないようです。サンダーバード白鷺は、全部この、在来線列車はこの剣に接続するっていうふうに書かれてるんで、輝とか白鷹っていう列車に対してはサンダーバードと白鷺は接続しないようです。あくまで、輝とか白鷹っていう列車はこれは対東京需要です。東京から来るお客さんで、福井方面に用事のある人を対象にしている列車なんで、関西から来るお客さんに対して輝とか白鷹っていうのは接続しなくていいんです。金沢富山に早く行きたい人はこの速達列車に合わせたこのパターン、最速パターンに乗ってもらう、おそらくそれが朝と夕方にいっぱい出ると思うんですけども、そういうパターンに乗ってもらうっていう風な感じで、ですから輝き白鷹は接続しない、あくまで関西北陸の需要は全て剣が受け持つっていうことになります。はい、そして最後に能登かがり火ですけれども、これ今現行4往復走ってますが、サンダーバード直通で和倉温泉まで行くやつが1日1往復あるんですが、サンダーバードはもう金沢まで来なくなっちゃうので、ですからこの1往復を吸収して合わせて5往復が能登かがり火として和倉温泉と金沢の間を走るということになります。
花嫁のれんとか、まあ、ベルモンタとかこの辺は何も変わらないと思います。もうこれはもうすでにもともと新幹線開業しているエリアですし、まあ、花嫁のれんはむしろ大阪方面東京方面両方からのお客さんを対象にしてるんだと思うんですけれども、この辺りは何も変わらずおそらく現行通り、まあ、長い目で考えればね、氷見線上花線は愛の風富山鉄道に合併させるとかって話もありますし、七尾線だって、まあ、長いこと考えればね、そのうち能登鉄道にとかっていうようなことも十分考えられるんですけども、とりあえず現在としてはこの能登かがり火がサンダーバード分を吸収した号幅になって、花嫁の面とかベルモンタについては別に何も書かれてないんですけど、おそらく現行通りではないかと思います。ということで、ちょっとまあ今回の驚きとしては、この輝きのうち2往復が、小松あわら温泉香川温泉、越前竹布といったところに泊まるということ、そして、剣が大幅に増量されて増発されて、その中には福井にしか泊まらない、福井金沢にしか泊まらないっていうような、そうした最速列車があるということ、それから輝き白鷹にサンダーバードとか白鷺が接続しない、まあ、白鷺はともかくとしてサンダーバードも接続しない、もしかすると輝きを接続させて大阪から長野までの需要をこちらの方でかっさらっていく、まあ、今現在大阪から長野に行くとなると、名古屋かで新幹線から信濃に乗り換えてっていうパターンになると思うんですけども、輝きが長野まで行こうと言って大阪からだとサンダーバード、輝きで乗り継げればそっちの方がおそらく早いと思うんですよ。料金的にはそっちの方が高くなる可能性があるんですけども、そっちの方が早いと思うんですが、そうしたニーズは特に汲み取ることもなく、こうした輝き白鷹に接続せずに全部剣に任せる、あくまで剣は福井金沢富山方面の速達需要も、それから、各駅停車需要も両方担うというような感じになってます。あと、まあ、サンダーバードとかね、白鷺っていう名前ももしかしたら変わるんじゃないかなと思ったんですが、サンダーバードも白鷺もそのまんまということで、ここについてはあんまり大きな変更、運行本数も一緒だし白鷺も思った以上に減らなかったし、この辺りは変わらないと思いますが、まあ、ちょっとこのね、剣の速達列車があるとか輝きの各駅停車タイプ、各駅停車になるのかバラバラに止まるかちょっとそこは分からないんですが、福井以外にも止まる列車があるっていうのはちょっと驚きでございました。まあ、これから細かいスケジュールがね、ダイヤ、時刻表が出てくると思うんですけど、どんな風になるのかまたそれ楽しみに待ちたいと思います。ということで今日はちょっと急ぎで撮りましたけども、北陸新幹線の運行計画のお話、来年3月16日が楽しみですね。それでは今回は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。